アンチエイリアスはサンプリングやダウンサンプリングでエイリアシングが起きないようにするための処理。画像に対して行うとジャギーが目立たなくなる。デジタル画像におけるアンチエイリアスの例コンピュータで扱うデジタル画像ではピクセル単位より細かく描画することはできない。このため物体の輪郭にジャギーと呼ばれるギザギザが発生してしまう。 このジャギーを軽減し少しでも目立たなくするために、物体の輪郭を背景と融合するように、色を滑らかに変化させることを、アンチエリアスと言い,い、その処理を、アンチエリアシングという。アンチエリアスをかけると輪郭がぼやけてしまうため、ビットマップフォントなどでは、アンチエリアス処理は行われないことが多い。ソフトウェアによっては、アンチエリアスの処理に、数段階の選択がある場合もある。 アンチエイリアスが使用できる処理には以下のようなものがある3次元コンピュータグラフィックスにおいて通常ポリゴンベースのレンダリングを行っただけではトライアングルプリミティブのエッジがそのままジャギーとなってしまい特に低解像度の場合はエッジの目立つ画像となってしまうため高品位な画像を作成するためにアンチエイリアシング処理が多用されている プロダクション用途の 3DCG ソフトウェアでは、通例レンダリング時にアンチエリアスの技法や、品質レベルを選択することができる。また、ゲームや、シミュレーターなどのリアルタイム環境での、アンチエリアシングは、品質とパフォーマンスを両立させるために、各種のアンチエリアシング技術が提案、開発され続けている。リアルタイム環境用途の場合、従来は、 グラフィックスハードウェアの固定機能やドライバーの固有機能として提供されるものが多かったが、プログラマブルシェーダー対応のハードウェアが登場してからは、フキサやスモ、クマなどシェーダーを活用してポストエフェクト処理としてソフトウェア実装することが可能な技法も出現している。デジタル信号では、あるサンプリング周波数でサンプリングされるために、 サンプリング周波数の半分を超える周波数成分は折り返し雑音となる。この折り返し雑音を遮断する技術がアンチエイリアスである。アンチエイリアス処理の実現方法の簡単な例は、帯域制限フィルタを使ってサンプリング周波数の半分を超える周波数成分をあらかじめ除去してからサンプリングをすることである。このフィルタは定域通過フィルタであり、 アンチエリアス処理を行う定域通過フィルタをアンチエリアスフィルタと呼ばれる。なお、デジタル画像は二次元信号と捉えると、原画像にサンプリング処理された画像がディスプレイなどに表示されているとみなせる。このサンプリング時にエイリアスが発生するのでそれを軽減することがアンチエイリアスである。故に、デジタル画像におけるアンチエイリアスと信号処理における アンチエイリアスは同等のことである。ありがとうございます。